優勝争いを続けていくためには3ポイントが必要なフロンターレ。名古屋ボールで前半がスタートします。左エンドにホームグランパス、アウェーフロンターレは右から左へと攻めていきます。あとちょっとシミッチが今降りましたので、はい、彼からまた振り分けが行われているんですけども、まあ、これも一つあっていいですよ、ね、入れ回った立花だ。決定機でしたフロンターレ。その稲垣狙っていた内側でマルシーニョ2人かわす、ダブルタッチ入れ替わった、マルシーニョいや素晴らしいね。橘田、ファミリア脇坂、ジェジエウ、知念がセル、こぼれたマルシーニョ、こぼれた、流し込んでフロンターレ先制。橘田ですか、セカンドボール反応しました。ですぐに名古屋サイドはその前のコンタクト、その箇所のアピールをしてます。左に少し人数をかけて、そこに JJ が攻撃参加しましたので、はい、基本的に不均衡な状況は作れたと思うんですけども、まだクロスの後のこぼれのところですよね、名古屋はこれ最初のコンタクトがファールじゃないかと言ってるんですね、うん、この一つ目のところですね、ハンドということなんですかね、はい、まあ、上げた左腕に当たってるかどうかということですか、してると思うんですけどね。あとはあの強くは振ってないと思います、はい、もう向かってくるボールですからボールに合わせるってことで丁寧に振ってると思うんですけども、あの川崎側からするとそうですね、クリアが少し中に行ってしまった、でそこに正面から人が入りきれなかったってことですね、はい、少し当たってると思う。ここで試合終了。